こんにちは、札幌占い美容室葉山菓子の後藤です。今、長さがロングなので、これをまあ活かしながらですね、サイドをちょっと切り込み入れたり、トップの方、ハイレイヤーの方部分的にちょっと入れて、ちょっとデザインを変えていこうかなと思うのと、あとブリーチが結構ムラになってしまってるんで、まずそのベースのブリーチをきれいに直してから、色をちょっと暗めの色を入れていきたいなと思います。で、今ここ結構グラデーションの位置がこの辺までブリーチ、ワンブリーチなんですけど来てるんで、ちょっとここをバレイヤーでちょっとつなげていきたいなと思います。はい、っていう感じでちょっとやっていきたいなと思います。はい、ではカットを入ります。まず前髪これ綺麗になってますね。自分でやった。自分で来たの。全然うまい。一箇所すごい短くなっちゃってごまかしてるんです。全然変ではないですよ。ちょっと今日ドライカットで切ります。まあ結構ブリーチもあって時間もかかると思うんで、はい、まずちょっと顔周りにもうちょっと入れたいなと思うんで、まあ、あんまり姫カットにならない程度に、まあ、この辺はもう感覚になっちゃうと思うんですけど、まずちょっと分かんないので長さの感じが、なんで R2 シザー R2 セニングでカットしていきます。はい、で R2 だとそんな怖くないので、R2 をレーザーみたいな感じにして使いたいんですけど、まあ、ちょっと探りながらになってくるので、まあこの辺からモデルさんが縛りたいっていうことなので、あんまりサイド切り込みすぎると縛れなくなっちゃいますから、この辺から、イングラをイメージしてこういう風に前下がりに持っていきたいと思います。なんで、上から取って、このまま入れるんですけども、ちょっと下で切ると重くなってバツってイメージになるんで、少し水平ぐらいまで、やりながら、こっち側から逃がしながらR2 でカットしていきます。まあレザーより、よりレザーってウェットでしか切れないので、より自然な仕上がりをイメージしながら切れるようにちょっとしていきます。前下がりなんで、このパネルをバックから切っていく感じですね。動かしながらちょっと切って、まあ、あとは様子見ながらちょっと調節していきたいと思います。まだ行ってないの、大学には。まだ行ってないです。まだ行ってないですね、明日からね、大学だったら。何が怖いの一番。何がですか。怖くはないか。怖くはない。怖くはない。友達できないのが一番怖いですね。いや、できそうですね。そんなことない。人見知りなんだ。人見知りなんですか。人見知りなんです。全然人見知り感ゼロですよ。大丈夫だと思う。自分がそう思ってても周りの人はそう思ってないから、その話しかけやすいと思う。どっちかっていうと。本当ですか。うん。どっちかって話しかけやすい方なんじゃないでしょうか。きっと僕の予想です。はい、ここを今ねガイド切った、なんとなく雰囲気今分かったので、水平の位置まで上げて。少し重なりがこう出るので、下で切るとちょっと軽さ重さが出てパッツンになっちゃうんで、水平の位置でカットします。はい、まあこのぐらいでちょっとつなげていきたいと思いますね。はい、まあこんな感じにここの辺がちょっとできまして、でバックの方ですね、ここでレイヤー入れるんですけども、V ラインで取っていただいて、バック V ですね。でこれ取りすぎちゃうとちょっとやりすぎちゃうんで、一応、ネープの毛をねちょっとシェイプをしっかりして、ここが長い感じにした方がちょっとかっこいいんで、シャギっぽくしないで前下がりっぽくここもします。で前髪は小顔バングをちょっと作りたいので、ここの延長線上で頬のところにちょっとここが重い気がするんで、ここも今度全体的になんとなくつなげていくので、ちょっと変な切り方ですけど、このサイドのバングじゃなくて、このさっき入れたラインのところに、この裏面のところにダイバルを入れます。ダイバル裏面で入れていきます。そういったところをちょっとヤスリがけするようなイメージですね。ちょっと上向いてもらっていいですかね。そうっすそうっす。でちょっと上向いてもらって、ちょっと半円っぽいカツラみたいな感じの円という反対側見ちゃダメなんです。あ、表面だけ。そう、表面だ。なんか中にさ、それ電球入れたらさ、それなんかインテリアですね。インテリアです。そうです、そうです。なんか
ありますよ、タイマッサージのところにありそうな。わかる、わかります、そういう感じになるよね、うん、はい、というようなことで、ここをこれで綺麗にですね、なりまして、こんな感じにシェイプします。はい、これで結構変わったかなと思うんで、カットはここで終わりたいと思います。ね、すごいですね、これが頭にこうついてる、ついてたわけですからね、こういう風にね1個分が。はい、まあ毛先の方もね、この毛先のところの色を綺麗にしていきたいんですけど、まず先に中間の色を最初やっちゃおうかなと思ってます。はい、でですね、まあ中の方は見えませんから、まあちょっとサイドの方をメインでちょっとやっていきます。で、まあこの顔周りと、あとまあ表面の毛がちょっと後ろにやった時にこの辺に陰影が出るようにちょっとやっていきたいなと思うんで、まあ、いかに黒いところを残すかなっていうのがポイントかと思うので、まあ、黒いところも残しつつ、今ね毛先やっぱ抜けないんで、毛先が抜けないので諦めました。なのでこの毛先残ってるこのオレンジ目ですね、ここに合わせて、ただまあピールメッシュがあるんで、もし入りすぎても怖くはないんですけど、やっていかないと結構つかなかったりしてちょっと微妙なので、ここでしっかり塗布していきます。よどれだったんだろう、マジ怖え。というか普通にあのチャリンはちょっとのチャリじゃないんで、結構バンって入ってきた。でも出てく音しなかったですよね、1回しか鳴らなかった。鳴らなかったから、ちょっと開けて、あれ様子かかったか、どれなんだろう、かそれか隠れてるかですよ。どこに、どっかに。めっちゃ怖いっすわ、この中に、この中にいないっしょ。チェックしましたもん、怖い場所だ。今上がってきたんで、これからちょっと乾かしていきたいと思います。まあ中間がちょっとね、前回のブリーチで結構中間が結構上がっちゃってて、でこの中間の部分はあのピールメッシュのやり方でちょっとで、通常ロングでつなげるっていうとかなりまあ大変になるんですけども、このロングからダイバルでちょっとつなげて綺麗な面をちょっと作りました。でバックの方がロングなんですけど、少しハイレイヤーの入ってる感じになってます。ここがもともとあった触覚の部分と、ちょっと途中から切った部分ですね、そこがまあ馴染んでるんですけど、なぜかっていうと、中に、表面の方じゃなくて中にちょっとセニングで T3 セニングでちょっとそぎを入れて、そこをつなげた感じなんで、今自然にこうなってますね。結構バックコムのテイクセニングで結構違いが出たとしたら、ここのシェープなんですよね。ここのシェープがかなり、もともとは多分彼女はこのぐらい広がってたと思うんですけど、テイクセニング入れることによってここがシュッてこうなってるんですよね、ここの部分が。なんでちょっと小顔効果が出たかなっていう思います。頭がここからここまでの認識に変わりますので、この部分が頭の認識になるので、立った時のバランスもちょっといいかなと思うんですよね。はい、ちょっと今日巻く時間がなかったので、ちょっとまあ本当に簡単な感じなんであれなんですけど、このような感じの色になっております。ちょっとね、時間がなかったのでちょっと最後できなかったんですが、で基本的に6枚しかメッシュ入れてないんですよね。左右3枚ずつしかメッシュ入れてないんですけど、左右3枚で作ればレイヤー中で結構変わったかなと思いますね。はい、でバックにすると出ます。でこうやるとまああんまり出ないんですけど、バックにこうやって風になびいた時に、結構このバレイヤージュのラインがすごいはっきり出てくるのかなっていう感じがてます。ちょっとバックと前の感じの方でちょっと違うのかなっていう感じですね。